源氏物語、源氏物語の登場人物、左大臣、左大臣は、源氏物語に登場する架空の人物。後に摂政及び、大乗大臣にまでなった人物である。源氏物語の作中世界では何人かの人物が、大乗大臣になっているが、摂政になったのはこの人物だけであるために、球場家本以降の、固形図や、固注釈などではこの二つの曲観を合わせて、 摂政大,大臣などと呼ばれていることが多いが、現在一般には最初に登場した時の官位である、左大臣で呼ばれることが多い。同じ藤原氏である、右大臣と激しく権力争いを行っているが、次期天皇になる東宮の母が、右大臣の娘であることから劣勢に立たされている。宮中へあるつもりであった娘、葵の上を、 キリツボミカドの頼みによって、光源氏の妻にして、自身は、光源氏のエボシ親となり、以後、源氏の被護者となった。源氏が権力を失って、妻へ退去した際には、右大臣の戦王に抗議する形で、自身も隠居状態になったが、源氏が復権すると、その推挙によって、大乗大臣の地位につき、その後間もなく死去している。 本人の士族が直接本文中に明記されることはないが、孫にあたる玉かが藤原のるりくんと呼ばれていることから、祖父にあたるこの左大臣も藤原氏の出身であると考えられる。桐壺帝どの同福の妹である大宮を正妻として葵の上や頭中上らを設けており、それ以外の女性との間にも複数の子がいる。 キリツみかどの頼みによって宮中へやるつもりであった。娘、葵の上は、光源氏の最初の制裁となった。同人には他に、左衛門の、ただし、県中納言、倉人弁の三人の子が登場する。このうち左衛門の徳と、県中納言は、葵の上や頭中将とは、母が異なるとされる。倉人弁については、母は不明であり、左衛門の、 ただしや、クラビト弁と同一人物の可能性もあるとされる。源氏物語には同人を含め、といった同人から始まる家系の数多くの人物が、源氏物語において重要な役割を果たす人物として登場し、その他にわずかに名前のみ登場するような人物も多い。そのため、父景によって人物をつなげて記述する固形図においては、 歴代の天皇や光源氏をはじめとする見分け、源氏をすべてまとめて記述する個室の系図を除くと、この左大臣から始まる系図が最も多くの人物を含む系図になる。このような左大臣に始まる家系の人物の一族を左大臣家や左大臣一族と総称することがある。左大臣は直接には以下の巻で登場し、 本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。光源氏の最初の正妻である葵の上や、頭中条らの父である。藤原左大臣家の同領、霧粒帝や源氏とは、孔子共に親しい。霧粒帝の頼みによって、源氏のエボシ親となり、また衆都となったことで、若き日の源氏の後見人となった。源氏が出却して、妻に退居した際には、 右大臣の専門に抗議して公職を知りいた。冷静定則維持には、現時の要請を受け大乗大臣に就いた。63歳。死去。去年66。ありがとうございます。